僕高志元僕高志元は日本統治時代の挑戦で日本の操縦士資格を取得した女性民間パイロット。女性初の日本海を横断飛行に挑んだ。京商北道テグ出身。家業は家具屋。1925年に訪日し、立川にあった東京日本飛行学校に入学。飛行時間11時間で単独飛行をして1927年に3等、操縦士。 資格、1928年には2等操縦士資格を取得する。低信頼人であった小泉又次郎の講演を受け新前飛行が決まり、故郷の刑場へ向かう一員に選ばれた。1933年8月7日10時過ぎ、女性初の日本海横断飛行に挑むため、サルムソン 2A に型、通称、青つばめに登場し、羽田空港を官民多数に見送られ飛び立ったが、 箱根を通過した時点で無線が途切れ、静岡県田形郡田賀村にある黒竹の西側斜面、山頂より50メートル下に墜落、死亡した。翌8日には、田賀村や網代村の村民たちが、総出で捜索、ダビンに付された。墜落現場には、慰霊碑が、また、熱海梅園館国庭園の一宮にも、森吉郎内閣総理大臣と、近代中韓国大統領による、 日韓首脳会談を機に、僕飛行士記念碑が建てられている。当時、この事故は、新聞史上に大きく取り上げられ、多くの人々の悲しみを読んだ。追悼録に意向が2編あり、またパイロットの西原小松、女優の森律子、航空関係者として、日本航空輸送、戸川政治常務、塩天縁隆久能司ほかが一文を寄せている。 1974年8月7日に、静岡県熱海市の伊ーデーラにおいて40年目の異例祭が行われると、日韓航空会の架け橋となった方を忍んで、韓国女性航空協会を代表する、金韓青切会長をはじめ、同世代の女性パイロットに代わり除き合い日本、婦人航空協会会長、熱海市長、韓国大使館より、 ソアキラ・武漢ほか多くの参列者が集った。また事故から長年を経ても記憶に新しいと述べたり、60年を経て、改めて事故を振り返り、僕高氏元に着目する書籍が発行された。小泉又次郎を身大臣に願い出て、飛行機、サルムソンが払い下げられた。関東軍、満州国共和会、朝鮮総督不当の組織から講演を受けた。 大掛かりな事業だった。僕高橋元の意向は、我が女流飛行家はなぜ進展しないかと、青空霊さん追悼録に寄せられた言葉は、今井小松僕吉本氏を、奥府、森律子、牧場の意志を告げ、日本航空輸送乗務、戸川誠二僕牧んを悼む、潮店園高し再び牧んの離陸を見られなくなった、及び苦悩かさ、僕高橋元城を悼むほか、 熱海梅バイエンの韓国庭園に立つ僕たかし、元記念碑の碑文より、36から 52http コロンスラッシュスラッシュ crd.ndl.go.jp スラッシュレファレンススラッシュ modules スラッシュ d3ndlcrdendr バスラッシュ index.php ページイコールレフビュー ID イコール10億19万13542016年12月6日、閲覧。女性パイロットは、立ち洗い形状感を、まだ飛行していなかった。AB 熱海梅園。熱海市。2016年12月6日閲覧。ABCDEFGHI バユー江戸、小ニト飛行機操縦士。僕高志元上追登録。東京。 日本飛行学校出版部、田中茂る。た高志、元さん、あたみに散る。飛行場と立川、13 ht t、https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ。ndljp、ビ nd ド、964万5272016年12月6日、閲覧。花咲公平。超えられなかった、海峡。 僕高志元に思いを重ねて、インパクションインパクション164から166、可能未期待、超えられなかった、海峡、女性飛行士、僕高志元の生涯、時事通信社、ムシド BN1048 万 4714? ありがとうございます。